このロンドの火傷しないためにはここ掴んでいかないといけないんだけど、ゲートの入り口パス合わせるのも走り込むの一回ここなんベースとしては。でここに走り込んでボールもらいました。これって言ってみれば二等辺三角形なの、綺麗な。でこれが人に変わった時にずれちゃってる人は大変多いのね。カラーコーンじゃなくても人になったとしてもずれない、ここ。であとは逆自動ドア今日できてないけど、閉まってんだったら外使えばいいし、閉まりが悪いんだったら中使えばいいし、それは自分の判断で。だからポイントを置いてほしいのはここを取らないともったいないと、もう一つがここを取った時にこんな感じで見てる、こんな感じの人が多い。ドアの開け閉め見えないからここをちゃんと見とかないともったいない。せっかくの技術アイデアが出せないからもったいない。慌てないで一回ゲートの入り口で見よう。そこから外使うか中使うか自分で判断していきましょう。